どうも、トラジローです。今回は2体目になるんですけど、総動仮面ライダーガッチャード、スチームホッパー値下げされてたので買ってきました。今回これを改造して本編に登場した仮面ライダーガッチャードデイブレイクを作っていきます。まずはボディの回収で省略しましたけど、ボディの回収が終わった状態ですね。以前スチームホッパー作った時と同じ回収なので、そちらの動画を見ていただけるとありがたいです。で、回収したのは複眼のクリア化と、あとは肩アーマーですね、スプリング接続するのに改造して、マフラーも作り替えてますね。で、腰もボールジョイントにして、関節の内側ですね、穴あき部分を埋めてます。で、ふくらはぎと足の裏もパテで埋めてますね。まあ、こんな感じです。で、ベルトも以前クリア化するのにシリコンで型取りしたので、この型を使って、クリアレッドの UV レジンでベルトを複製してます。はい、こんな感じですね。まずは、下地と黒い部分の塗装を兼ねてブラックサーフェイサーを全体に吹いていきます。まあ、こんな感じで吹いてますね。で、黒い部分はマスキングして、続いてオレンジの部分ですね、発色が良くなるようにまずはホワイトサーフェイサーを吹いてから、その上にオレンジを塗っていきます。で、オレンジは、オレンジとクールホワイトを3対1の割合で混ぜた明るめのオレンジですね、これを作ってます。で、この色を塗っていきますね。はい、まあ、こんな感じの色になります。これも全体的に塗ってますね。で、ベルトや手首のバンド部分ですね、これはオレンジをそのまま吹いてますね。まあ、こんな感じで塗ってますね。で、オレンジの部分もマスキングして、今度はシルバーを塗っていきます。ホワイトシルバーですね。はい、こんな感じで全体的に塗ってますね。で、シルバーの部分もマスキングをして、シルバーの上に、クリアオレンジを吹いていきます。はい、こんな感じですね。全体的に塗ってこんな感じで、マフラーなどは、メタルオレンジを塗っていきます。はい、こんな感じで塗ってますね。他のパーツもこんな感じ。これで大まかな塗装は終わったので、黒い部分は艶消しにするので、それを残したまま他の部分マスキングを剥がしていきますね。もものアーマーもこんな感じになってます。その他のパーツも剥がし終わった状態です。これでメインの塗装は終わってますね。で、あとはガッチャードデイブレイクといえば、この全身に入った炎の模様ですね、これが特徴的ですけど、これを筆塗りで塗っていきます。で、今回はエナメル塗料のレモンイエローを使っていきます。これを筆塗りで炎の模様に塗っていきますね。はい、膝の部分はこんな感じで、すねの部分もどんどん塗っていってこんな感じになりますね。なかなか左右対称にするのが難しいですけど、これで進めていきます。筆塗りなのでやはり失敗することもありますけど、エナメル塗料の溶剤を使って拭き取れば、下のオレンジの塗装を溶かすことなく拭き取ることができます。なので、納得いく形が塗れるまで繰り返していきますね。で、全体に塗り終わった状態。ゴーグルのレンズ部分は、
黒く着色したクリア UV レジンを使っていきます。これをレンズ部分にのせていきますね。表面が平らになるようにこんな感じですね。で、両方とものせて UV ライトで固めます。複眼パーツは裏側からラフシルバーを筆塗りして、前側はブラックサーフェイサーを拭いてから、複眼部分だけ、溶剤で拭き取ってこんな感じになってますね。で、ベルトは黒い部分だけ筆塗りですね。ミノーブラックで筆塗りして、絵柄の部分は付属のシールを切り出して貼り付けてますね。で、胸の赤い部分ですね、ここはシールをスキャナーでパソコンに取り込んで色を編集してからデカール用の台紙に印刷してデカールを作ってますね。で、これを切り出して貼り付けていきます。まあ、こんな感じです。ゴーグルの炎の模様もデカールにしました。で、胸の真ん中の部分ですね、ここはクリアパーツっぽくなるようにトップコート用のレジンを塗って UV ライトで固めます。で、額のシグナル部分、ここはメタルライトブルーを筆塗り。トップコートは光沢を塗っていきます。はい、こんな感じですね。で、全体的に塗ったので、マスキングを剥がしていきますね。はい、こんな感じになってますね。爪の部分も剥がすとこんな感じですね。で、その他のパーツも全体的に剥がしてます。まずは肩アーマーですね、スプリングでつないでいきます。 1mm のスプリングを肩アーマーに差し込んでいきます。はい、こんな感じでしっかり刺すと抜けなくなりますね。で、ニッパーで適当な長さにカットして胴体の方に差し込んでいきます。はい、こんな感じでつないでますね。反対側も同じ要領で接続してます。こんな感じで割と自在に動きますね。では本体を組み立てていきます。まずは足から、ベルトも取り付けて、マフラーは胸アーマーで挟みます。で、マフラーも取り付けて、仮面ライダーガッチャードデイブレイク完成です。ということで、今回は、双胴仮面ライダーガッチャードスチームホッパーを改造してガッチャードデイブレイク作りました。また次回紹介していきますんでよろしくお願いします。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。トラジローでした。